そして改めて、まあ、監督として初めて指揮を取った試合になりますが、皆さんにですね、まあ、一言挨拶と言いますか、今シーズンに向けてお願いします。そうですね、まだまだまだチームの方は良くなっていくと思いますので、ぜひ温かい応援をよろしくお願いします。季節に向けて意気込みを力強くお願いします。そうですね、もう本当に勝つのは当たり前だと思っていますので、もう何点取れるかというような試合をし続けたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。次も期待しています。鳴尾直樹新監督でした。どうもありがとうございました。そして、初戦を終えました、今年からキャプテンになりました松田健太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3対0、まあ、もっと取りたいっていうのはあったかもしれませんが勝ちました。今の気持ちはどうでしょうか。そうですね、やっぱ監督が言った通りもっと取りたかったっていうのが正直な気持ちですけど、まあ、これからもっと精度を高めて、これから次につなげていきたいなと思います。監督も選手も、変わりました。どんな気持ちで主将として引っ張っていきたいですか。まあ、主将というより、みんな本当にしっかりやってくれてるし、そんなに僕から言うこともないので、まあ、あとはこれでチームがまとまって、これからも勝っていければなと思ってます。ある意味新生グルージャーと思いますが、開幕しました。この開幕戦に足を運んでくれた皆さんにメッセージをお願いします。今日は応援ありがとうございます。これからもっと皆さんに応援していただけるようなチーム作りをしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。松田キャプテンでした。皆さん本日はどうもありがとうございました。3対0という結果でしたが、勝利でスタートしました。シーズンは始まったばかりです。長い長いシーズンを迎えますが、引き続き温かい声援よろしくお願いいたします。今シーズンもですね、ピンクのジャケットで頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さん応援これからもよろしくお願いいたします。